申し込む。羽生の恩師が明かす逆境王子の原点、超負けず嫌いな性格も人への感謝忘れず、平昌五輪。平昌、韓国、13日イコールいい台にクリーンに滑れば絶対に勝てる自信がある。フィギュアスケート男子で66年ぶりの五輪連覇がかかる羽生結弦、23イコール ANA。昨年11月に右足首を負傷し、約3ヶ月ぶりの実戦が五輪の舞台となるが、金メダル獲得に自信をみなぎらせている。フィギュア界きっての那覇クラブで羽生を最初に指導した恩師の鈴木翔一郎氏、80が不利な状況でこそ強さを発揮する逆境王子の原点を明かす。13日、平昌五輪会場のエニササギ、カンヌンアイスアリーナで行われた練習で、右足首靭帯損傷後、初めて公の場で4回転ジャンプを飛んでみせた。サルコーとトーループを5度成功させ、回復が順調であることをアピール。何も不安要素はないとまで言い放った。怪我をして滑れなかった2ヶ月間は無駄だったと思ってないし、むしろまたたくさんのことを学べたなというふうに思っています。そんな教え子の言動を鈴木氏は穏やかな笑みを浮かべながら見守っている。1999年春、4歳の羽生に出会い、中学3年まで仙台のリンクで指導した。当時から負けず嫌いのやんちゃ坊主、スケート教室でお兄さんたち、年上の生徒と喧嘩すると泣くけど自分の主張はする、思ったことをきちんと言っていました。青年になって成長し変わったところもありますが、人間としての芯は変わらない。今でも色紙に負けず嫌いという言葉を書いているようです。このリンクが経営難で閉鎖されることになり、鈴木氏は東京に戻ったが、2011年3月11日、東日本大震災が発生。仙台の別のリンクで練習中だった羽生は、スケート靴を履いたまま外へ避難した。リンクを使えなくなったまな弟子のピンチに救いの手を差し伸べたのも、この恩師だった。震災が起きた時、心配ですぐ羽生の自宅に電話をしましたが、最初はかからなかった。3日後くらいにようやく連絡が取れたんです。お母様、由美さんは、自宅は無事だったけど、インフラが不安な状態です。スケート場で滑ることもできません、と。1ヶ月後、由美さんから、そちらで練習をさせてもらえませんか、との連絡が鈴木氏の元にあった。4月から11月まで主に横浜で練習し、週末には復興支援のアイスショーやエキシビションなど全国を回る、そんな時期がありました。年が明けた12年、フランス・ニースの世界選手権に初出場で銅メダル。被災者という苦しい環境にありながら諦めなかった。世界選手権は2月、震災から1年も経たず、肉体的にも精神的にも辛い時期でした。震災の現場を見た人間は、人が変わるくらい大変な時期もあったと思う。負の環境を覆し、短い時間でも練習に集中し、気力を高めていった。翌年には結果まで出しちゃった。すごいなと思いますね。ハロ買った時に助けてくれたリンクへの恩を忘れていない。昨年8月、横浜銀行アイスアリーナでエキシビションと子供スケート教室が実施され、羽生がゲスト出演。ここで練習をさせてもらったことがあります。皆さんの温かいパワーを力に変え、頑張りますと挨拶した。このイベントには鈴木氏の依頼ではなく、羽生自身の意思で出席した。大会まで日が近いから、そんな依頼はこれまでしなかった。でも彼は子供と一緒に遊んだりトレーニングをしてくれました。感謝の気持ちをいつも持っている。ご両親も教育的にしっかりとしたものを月限に教えていらっしゃると鈴木氏。
そこで羽生はたくさん転んでいいんだよ。転んだ分だけ上手くなると語りかけた。13日の公式練習後に開いた記者会見には日本のみならず ABBC など世界中のマスコミ100人超が集まった。戦線離脱中にからかったことは、との質問が飛ぶと特にはないんですよと即答。逆境から立ち上がってきた羽生だけに今回の試練にも臆するところは一切ない。